芝刈りに、おばあさんは川へ洗濯に行きました。おばあさんが洗濯していると、川上から大きな桃がとんぶくつんぶくつんぶくかんぶく流れてきました。おばあさんが桃を拾って食べてみると、うまいのなんのって。もう一つ流れてこう、じいさんにあげよう。もう一つ流れてこう、じいさんにあげよう。そう言っていると、今度はもっと大きな桃が流れてきました。おばあさんは桃を取り上げると、家へ持って帰って戸棚にしまっておきました。やがておじいさんが帰ってきました。じいさん、じいさん、今日大きな桃を拾ってきたよ。二人で食べようや。戸棚から出して桃を切ろうとしたら、切りもしないのにパカッと二つ割れて、中から男の子が出てきました。ほにゃーほにゃー、それは元気な男の子でした。二人は大喜びで、うちには子供がなかったのに、これはいいものを授かった。桃から生まれたんだから、桃太郎という名にしよう。桃太郎は飯も魚ももりもり食べて、いっぱい食べれば一杯だけ、2杯食べれば2杯だけ、ぐんぐん大きくなりました。桃太郎はすぐに普通の子供より大きくなりました。ある日、近所の子供が誘いに来ました。桃太郎、一緒に山へ行かないか。すると桃太郎は、いいや、今日は縄をこしらえるから嫌じゃ。またある日、桃太郎、一緒に山へ行かないか。誘われても、いいや、今日はわらじをこしらえるから嫌じゃ。またある日、桃太郎、一緒に山へ行かないか。誘われると、いいや、今日は鎌を解くから嫌じゃ。それでいて仕事はぐずぐず、暇があるとぐーぐー寝ているのです。おじいさんは心配して、桃太郎や、寝てばかりいないで山へ行ってこいや。ああ、やっと腰を上げて近所の子供と山へ出かけて行きました。ところが、山へ行っても木を切るでも枝を払うでもなく、すぐに昼寝を始めるのです。目を覚ましたのは昼飯の時だけ。やがて夕方になって、桃太郎、もう帰ろうか。言われると大きなあくびをして起き上がりました。何も持って帰らないとばあさんに叱られるな。どれ。桃太郎はそばにあった大きな木をぬっくバリバリと根っこごと
腰を抜かすところでした。桃太郎はこの木どうする？軒下に置こうか。軒下に置いたら軒が壊れる。じゃあ屋根に立てかけるか。屋根に立てかけたら屋根が壊れる。じゃあ畑に置こうか。畑に置いたら畑が壊れる。じゃあ仕方ねえ。桃太郎は大きな木を持ち上げると下の川めがけて投げ捨てました。しばらくしてドシーンと音がして、それからゴーッと山がうなり出しました。なんていう力だ。おばあさんはたまげて口も聞けません。桃太郎はそれからも相変わらず食べては眠り、眠っては食べているばかりでした。ところがある日、がっしり目を開けて桃太郎が言いました。ばあさん、おらにきびだんごをこしらえてくれ。おばあさんは驚いて、きびだんご何する？きびだんごを持って鬼ヶ島へ行って鬼を退治してくる。鬼は人間から米を取ったり宝物を盗んだりする悪いやつだからな。おじいさんは、それはいい、お前の力ならきっと退治できるとも。そこでおばあさんは大きなきびだんごを3つ作ってやりました。桃太郎はきびだんごの包みを腰につけて出かけました。しばらく行くと犬が出てきて、桃太郎さん、桃太郎さん、どこへ行く？鬼ヶ島へ鬼退治に行く。腰につけてるのはそりゃなんじゃ、日本一のきびだんご一つくだされ、お供しよう。一つはいかん、半分やろう。犬はきびだんごを半分もらってついてきました。しばらく行くと猿が来て、桃太郎さん、桃太郎さん、どこへ行く？鬼ヶ島へ鬼退治に行く。腰につけているのはそりゃなんじゃ、日本一のきびだんご一つくだされ、お供をしよう。一つはいかん、半分やろう。猿はきびだんごを半分もらってついてきました。しばらく行くとキジが
敷の門をピシャッと閉めて入らせません。そこで騎士がけーんバタバタ飛び上がり、門を越えて中からシンバリー棒を外して、さあ行け。入ってみると鬼どもは酒盛りの最中です。赤鬼がなお顔を赤くして、やいやい何しに来た。桃太郎は、おら桃太郎だ、鬼退治に来た。何が桃太郎じゃ、それ野郎どもやっちまえ。鬼どもはふらふら立ち上がってかかってきましたが、こっちは日本一のきびだんごを食べています。ワンワンキャッキャッヒューンバタバタ、みんな力があふれています。犬は足に食いつき、猿は引っかき、騎士は目をつっつく。とうとう桃太郎は鬼の大将を組み伏せて、どうだ参ったか。鬼の大将は大きな目から雨のように涙を流して、どうか助けてくだされ、今まで盗んだ宝物はみんな返します、謝りました。桃太郎は宝物を船に積み、